ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、プネオマタというやつをやっていきたいと思います。えー、こちらのゲームね、えー、プネオマタというんですが、ギリシャ語なのかな原文今調べたら、えー、なんかまあスピリッツとかね、えー、そういったお話あ、そういった直訳すると意味になるみたいですね。まあ早速やっていきましょう。で、今回はね、アルファ版というかデモ版なので、短めかと思いますが、 製品版はまた出ると思います。これはオプション、ポーズメニューね。はいはい。セーブもできるんだ。ていうか、いきなり水の中だけど。うん、扉がある。でも、何もない。水の中にいろいろ浮いてるな。この建物は何なんだこの奥もあるし、なんなら走って、 走れてるっていうね。でも行けないかあ、行ける。物押せるわ。あー、で、ストレッチャーとかあるね。ちょっといろいろ見づらいところはあるけど、船もあるな。で、概要欄見ると、えっ、ー、と、元刑事の主人公、男性ですね。と、奥さん。 が、船に乗っていて、それが難破してしまうんですね。で、あと残り8人ぐらいも生き残るみたいなんですけど、ケミカルライトみたいなあるな。その難破船に乗ってた何人かは生き残って、ある島に流れ着きます。で、そしたら、あ、開いてるあるアパートに、 うん、あるアパートに集まるんだけど、そこでどんどん姿を消していく。いろんな人が。そして妻も行方不明になっていくみたいな、えー、ことが書いてあったと思います。今なんか銅像みたいなのを見たら、あ、戻りましたねで。あと概要欄に書いてあったのは、まあその妻がいなくなったりとかね、そういう事実があるんだけど、そこをもう一回探索しに行くみたいな。<laughs> だから、海の中に入ってったってことなのかなそしたら、何かいろんなことが、今、不思議なことにね、当時の記憶なのか、水の中じゃないところに来ましたね、えー。どうやってここにたどり着いたのか思い出せない。一刻も早く武器を見つけなきゃ、私は戦いで倒れられません。とえーと、これタスクだよね。出口にたどり着く。吹き抜けに向かう道は一つしかありません。中央のホール中扉。 きっと施錠されてると思うので、医務室のオフィスに鍵がないか確認する必要がある。なるほどね。そこには真っ赤な非常灯みたいなのが照らされてると。これはなんだ豚の花ちゃんだね。うん。少し前に撮、えー、られたようですと。うん。で、血だらけなんだよな。フラッシュライトはない。 ヒントヒントがあるのかあっテイクグローブあーなるほどこうやって照らしていくパツーンねあクマだニュージャーナルんしゃがみもできんのかニュージャーナル ああ、とりあえずこれはよくて、インベントリー、AD。ああ、これは考え。えー、一人じゃない。誰かが私を見ているのを感じる。まるで息をしているかのように。私は一人ではない。そこには、ホールには生き物ではない何かが私を追いかけてくると。まあ、じゃあ、ここには何かいるんだね。奇妙なマーク。左上に奇妙な痕跡があることに気づいた。 え以前どこで見たのか思い出せないと。もっといろいろ知る必要があるって感じだね。えー、奇妙な夢。灯台の別の夢を見た。今度は完全に水没。今回は以前よりも近づいた。ああ、さっきの夢だったのかな。私が思う別の色合いになった光です。溺れ始めました。静かにしてください。ここに何があるのか完全にわかりません。とりあえずなるべく静かにして、走るのを避けた方が良さそう。地面に低くとどまることで大きな音を立てるのを避けることができる。 まあ、ステルスだね。ベアーズ、45号機内部でこれを一つ見たのを覚えてる。誰かが私と一緒にここにいた。まあ、記憶をなくしてるんだね、その当時のね。じゃあ、ステルス行った方がいいのかまあ、さすがに今はいいだろう。あ、腕が落ちてる。腕落ち。クランチね。んあ、ブレイク。 あ結構暗いな。あれグロースティックターに一回、いや、そんなこと、そんなことないよね。グロースティックがいきなり使えなくなったな。何か壊すものが必要っぽいんだけど、暗いので、 あ、これかハンマーだねじゃあハンマーで壊しましょうあー1個でいいんだグロスティックはあドアが閉まりって開かずともあライターだ は閉まりて画面ズームとかないねグロスティックは使えないのきついな急に使えなくなったあなんだ誰かの話し声あドアが開いてる何か 怪しいのか動く。はい。あ、倒す。あ、面白いアクションだな。あ、鍵だ。テイク。なるほどね。はてなこれは足か、ブタちゃんの。なんだろうね。いろんなものが。 あ開けられるぞあなんだ今は取れないかたまたまがたまたまがあるけどあ取れるオッケーオッケー3発 3発の弾が手に入りました。おお、力持ちいい。いけるんですね。ここは鍵。セルスかあー、なんかいるな。 はいはい息荒いけど大丈夫か <laughs> ああの赤いランプがそうかなんか赤いランプが医務室でそこにどうのこうのって言ってたけどあ大丈夫そうだ いけるかこの距離感なら問題なしぞはい入りましたねえこれさ暗すぎるんだがあ明るすぎるんだがはい M19 <laughs> なるほどね あ、セーブだ。なるほど。たまたま。13。えー、っと、リロードできるのか。どこだろうね。でもなんか、学校収容所みたいな。何の肉片っていうか何の物体これ。ぶにょってるね。 まあ、ただ武器をねあ手に入れたんだけどあそこに銅像だんなんだなんだあラジオあのクソバカ、ライオネルがまた鍵を落とした。 1> 豚一匹がそれに到達した。ぶっ壊れるまでここに立ち往生している。開けないと。鍵を落としたのを豚が取ったってこと優秀な豚ですね。豚が取ったここはいけない。 何か重要な鍵はかかってないん開くけどいけないエリアうんーここハテナってまだ何かあんのかいやもうないね。 まあじゃあ戦っていきゃいいのかなフラッシュライトがないんだよなはいなるほどねああそこは あ、2つでああれ当たってない。 あ、ちょっと待って。ここはンチだな。めちゃくちゃ。ふふふ。俺は戦いやすい。早いんだな、来るまで。あ、もう出ない。まあでも。 弾がもうないですがこれはノーキーっすなるほどどっかにじゃあノーキーノーキーいや向こうにもなんか敵いそうだな うめき声が聞こえるただここはノーキーあ君かいノーキーそうなるとそんなにいないぞあこれあこれだ えっとさっきのとこかなこれか。違う。戻ったとこかなこじゃない。どっか。こっちか。来ましたね。 いや、いいですね。なんかこの一人称視点のね、こうサバイバルホラーゲームっていうのは。細道を抜けて。あ、でも血だらけ出した。あの物体は何なんだろう。お、ムービー。強そうなの出てきたね。顔二つなかったあ、ある。え、死んだ。あ、サンキューフォープレイ i クディ o ショットデモ。 いやこれはちょっと楽しみですね。なんかステルスとかもあるけど武器もちゃんとあって戦いもある。で、その中で、うん、と妻、そして行方不明になった人たちがどうなっていくのかというか見つかるのかどういうことがあったのかっていうね、えー、事実を知ると知っていくようなホラーゲームになってるかな。で、さっき一番冒頭になんかこうメモでメモじゃねえな、うん、とタスクのとこにあったなんか見たら左腕にっていう話をしてたよね。 自分の左腕の傷には傷、傷は知ってたけど、何の傷だか覚えてないっていうね、えーで。その傷は何だったのかっていうのを思い出しながら、この場所で何があるのかっていうことの真相を突き詰めていく。えー、また記憶を取り戻していくといったストーリーかな、えー。製品は楽しみですね。こういったサバイバルホラー。結構クマくも好きなんでね。一、人称してるの。特にね。 はいということで今回はデモ版で短めでしたけれどもまた製品が出たらやっていきたいと思いますということで今回はこの辺で終わりです皆さんよく夜をお過ごしください